雪、また雪。東北秋田の長い冬はそのすべてを白く包む。仙北平野に産する秋田米はこの地を米どころにした。ふっくらと炊き上がった秋田米を臼に取り、温かいうちに杵でつく。きりたんぽはたんぽ槍の先に似ているところからこの名がついたともいう。炭火にほんのり杉串の香りが通う。比内鶏、舞茸、セリ、ごぼう、何でも鍋の具となる。木こりや狩人の携帯食に始まったというきりたんぽは、数ある郷土料理の中でも秋田の生活そのものだと言えよう。ナショナルガス自動炊飯器味わいはその風味を実らせる。独特の二重蓋は全体を高温で包み、ふっくらと見事に炊き上げる。味わいは伝統の味を今日に伝える。